さん、こんにちは。舞です。今回は、田川さんとの対戦の様子をお送りします。私もついに3000を超えて、有名な方ばかりと当たるようになってきました。まず1ターン目は様子見でエナジーを増やします。運よくシールドを回避。エナジーが11になったので、後ろのグラップラーから狙っていきます。パッシブスキルの鉄壁がついていました。ライジングドラゴンで564ダメージ。インフェルノでとどめを刺して無限をセット。そういえば、昨日コナンさんとマッチしました。ほぼ互角で面白かったです。こちらのガーディアンの強鎮。スピードは負けているので、様子見で侍で攻撃します。相手もこのターンはエナジーがなかったようです。バルキリーをセット。無限が結構削ってくれました。このターンはエナジーを回復してクロスブリザードを選択。ガーディアンの SP が発動。バリアが939もあります。楽にガーディアンを落とせると思っていたのでびっくりです。逆にこちらの侍は800も削られました。なんとかバルキリーが盾になってくれたので、ファイアボールとナイトメアを選択。ここでギブアップしていただきました。ガーディアンがあっという間に倒されたので、ダメかと思いましたが、グラップラーが苦手な数で勝負して、なんとか勝利できました。対戦ありがとうございました。このプロジェクトジェノの運営さんは、非常に精力的で、アップデートで、より面白くなっていきます。無課金の方でも、十分に楽しめるゲームですので、まだの方は、概要欄のリンクよりどうぞ。また、コナンさんのチームと合同でギルドを設立します。概要欄のディスコードメンバー募集からご連絡ください。LINE オープンチャットもあり、匿名で参加可能です。ディスコードは現在300名近くになりましたが、2000人程度を目指しています。どちらでも参加しやすい方からご参加ください。それでは今回は以上です。感想、ご意見などありましたらコメ欄か、Twitter の DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、他の動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。また、次の動画でお会いしましょう。